先日会った修羅はフェイクあり。学校近くの公園で弁当を食うことあるんだけど、その公園でたまに見かけるリーマンがいる。そのリーマンも弁当を食った後ベンチで昼寝をしてるのをよく見かけるんだけど、その日はちょっと様子が違った。弁当食いかけでベンチで寝てる。20、30分ほどしてもそのままだったので声をかけた。俺、大丈夫ですか？リーマン、大丈夫です。ろれつ回ってないようだけど、普段の喋り方知らないし寝ぼけてるようにも聞こえる。で、そのまま学校に戻ったんだけど、気になったんで授業終わった手から再度公園に行ったんだ。その間1時間。まだいた。こりゃやばいと救急車呼んだんだけど、結果的には脳塞栓だった。その後のやりとりが修羅場。後遺症として半身麻痺が残ると言われた家族が、俺のことを訴えようとしやがった。保護責任者遺棄罪とか騒いでいたけど、もちろん、見ず知らずのリーマンに対し、保護責任などあるはずもなく、リーマン家族が勝手に騒いでるだけで済んだけど、俺はその時誓ったよ。面倒ごとに巻き込まれたくないから。知らない人に対して、救急車なんて絶対呼ばないと。